テーマ11名です。今日のメインレースはクラシック最終戦第82回菊花賞 G1。 今年は42年ぶりに阪神競馬場で行われる菊花賞芝 3000m 内回り18頭、ワールドリバイバル、浅間のいたずら、タイトルホルダー、ロングトゥーペイ、レッドジェネシス、セファーラジエル、ディープモンスター、エアサージ、ベローチェオロ、モンテリオ、ディバインラブ、ロース・ザ・ワールド、アリーオ、ステラベオーチ、バリス・メテオール、グラティアス、ビクティファルス、法則レース、以上の18頭です。今年はこの舞台に皐月賞馬も、そしてダービー馬もいません。温泉ムード内戦模様の菊花賞、輪をかけて難解な阪神 3000m の18頭立て、各馬の位置取り、そして勝負のタイミング、どうなることやら。上空曇り空の阪神競馬場、芝コースコンディションは良、向こう上面左手で枠に進んでいます。エアサージュが収まって、ステラベローチェが14番ゲート入ります。17頭ゲートに入って、最後は法則レース、18番ゲートに収まって菊花賞ゲートイン完了。スタートしました。揃いました18頭。まずは最後3番ワールドリバイバルが左手につけて先頭に立ちます。そのうち1番ワールドリバイバルは現在2番手1周目の向こう上面、3番手リードは4分の3、6番セファーラジエルが2番手で600を切りました。10番ロンテリオ、ジョッキー手が動いて3番手、16番グラティアスが現在4番手、6コーナーカーブ、8番エラスが5番手で溜めています。その後はディバインダムが追い上げて4コーナーカーブ、後方からビッグバルス、高速レースタイムを実施
最高3着11番のガインダムです。菊花賞確定までお待ちください。